先日作りましたテレキャス用のセットの再調整というか、断線してたということで戻されてきましたので、もう一回やりました。で、ノイズレベルはだいたい35デシベルぐらいで、テレキャスカスタムの方を測ってみると同じリアで40ちょっとぐらいなので、テレキャスカスタムよりはノイズレベルが低いという形になります。あと、リアの方の高さもこの状態で、プレートから、まあ、2ミリから3ミリぐらいですね。っていう感じでうまく調整がされています。で、この状態でこう触っても特に音の違いの変化はない状態になってます。という状況です。で、巻き直しをして少しだけ、でも音が変わらないか。ヘンリースはほぼ変わらずに、ただ線材細いやつを使ったので、でフェーズになるようになってますので、真ん中だと音量が少し小さくなります。ご希望のご要望通りになってます。で、クランチぐらい。Thank you.
向きとかで。チューブアンプにしてみるとどうなるんでしょう。